ありがとうございました。皆さんこんにちは、高坂里奈、小学5年生の10歳です。よろしくお願いします。今日はスタジオライブの前に運動会があったんですけど、運動会でよさこいはセンターでしっかり練習通りに踊れてよかったです。あとかけっこの時があったんです、あ、ツイッターでも言ったんですけど、かけっこの時にあとちょっとでゴールだって走ってる時に靴が左足だけの靴が途中でポンって足で走ってる時に脱げちゃって、それでスピードがちょっとその時にダウンしちゃったんですけど、最後まで走り切れたっていう謎の自信があります。それでは次の曲の前に一回お水を飲ませてください。それでは聴いてください。恋心。ありがとう。